紙風船、冬が来る前にというね、いかにもフォークらしい歌を聴いていただきました。1977年にリリースされた曲ですね。さて、健康ゲラゲラクリニック、毎回、素晴らしく楽しい、ゲストの方をお招きしてお話を伺っております。今日のゲストはもう地元の歌手ですね、小倉勇さんです。どうぞよろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。ありがとうございます。今日わざわざお出演いただきまして、はい、実は私この、11月5日ですね、5日の月曜日の日経新聞を見てましたら、はい、それにその街角人物録という、コーナーで、はい、まあ、ご紹介されているところがあるんですね、はい、それを見て、まあ、ぜひこの番組出ていただきたいと、はい、こういう人こそ私たちがゲストとして求めている人だということをですね、はい、今まではですね、もうプロレスラーばかりのことを集めてやってましたけどね、もう今度こそこういうやったち、やっぱりこういうふさわしい、はい、この番組にふさわしい方を呼んでやろうということでね、はい、来ていただきました。ありがとうございます。本当にね、よろしくお願いします。区の推薦曲にも選ばれたその平成金町音頭というのを歌ったということで、まあ、この記事にされているんですけども、一級木型技能士ということでね、はい、まあ、その70歳を前にしてデビューして歌手になったということが書かれていますね、はい、まあ、地元葛飾のそのあれをよく知ってもらおうと、葛飾のためにもですね、地元の活性化に、それからご自分の歌手としてのね、まあ、これをもともと好きだったということですね。歌手なりたいということになかったんですか。小さい頃はですね、歌手になってみたいと、まあ、そうですね、勧められたことはあるんですけど、ちょっとまだ、子供ですからね、あ、そうですか。じゃあその、はい、まあ、歌は好きだと言ったと、ね、はいはい、歌は好きで、はい、ご自分で、まあ、歌ってたと、はいはい、いうことぐらい。ただ好きで、ただよくラジオなんか聞いてますとですね、いろんな曲が流れてきますね、はい、いい曲だなと思うと、金町の今若名戸ってあるんですけど、そこへ買いに行きしょっちゅう行ってましたね。でも1回か2回弾くともう閉まっちゃう方なんです、今までは。最近はちょっと そうじゃないんですけど、もう MD にみんな取っちゃいまして、それでもう、まあ、3日もあればみんな覚えちゃうんですけど、あ、そうですか。今、まあ、40、50曲は、まあ、頭に入ってますけど、はい。まあ、昔はそのカラオケって言われて、まあ、ね、あんまりなかった、昔はなかったでしょうから、はい、昔はレコードを聴いて、はいはい、それで、まあ、ただ自分で歌ってるしかないし、はい、ということですね、はいはい、あんまり伴奏もなく人前で歌うことも、まあ、機会もなかったですよね、ああいうの昔はね。でも20歳ぐらいまでは結構昔のど自慢って言ってたんですね。あ、そうですか。そういう ところはですね、まあ、しょっちゅうっていうか結構いろんなところでやるのど自慢には出て出演されたということですか。はい、出てました、はい、あ、そうですか、はい、それ以後はもうほとんど、もう仕事の方で、いっぱいで手いっぱい、まあ聞くぐらいはと思ってて、やってました。要するにその新聞によりますと、この、まあ、メーカーの工場勤務だった35歳の時に、はい、独立してご自分の家に工場を建ててやったと、はいはい、これ、木型技能士どういうことをやってらっしゃるんですか。ですね、ポンプなんですけど、ポンプでも造船、火力発電、原子力発電、水力発電、全て液体は全部ポンプでございます。はいはい、そのポンプを作っている、はいはい、ということですか、はいはい、ポンプを設計して、いや設計は設計屋さんからですね、図面をいただきまして、うちへ来るのは図面だけなんです。図面の点線、仮想線、実線と、あと断面図、それだけ、立体的なものは何もないんですけど、それで型を作りまして、はい、じゃあ35歳の時に独立をして、はい、自分でご自分でやると、まあ、それからもう仕事本当一筋でこれやってきたわけですね。そうですね、はい、それで、まあ、ずっとやって、まあ、まあ、もちろん商売もいろいろあったでしょうけども、はい、一応その安定して軌道になってこられて、はい、まあ、歌手をやろうというふうに思われたのはいつ頃からなんですか。ですから、デビューしたのは69点、正確に言いますと8ヶ月ですね。はい、たまたまですね、カラオケの大会ありまして、はい、そこに私が出まして、はい、出たその審査員がこの、番組の、はい、柔道なんていうんですか、アワーカントリーですか、はい、9時からやってますね、はいはいはい、あの先生が審査員だったんです、はい、それで声をかけられまして、はい、それから歌手、本格的に、まあ、歌手になってみないかと言われたんです。そう言われましたね。へえ、でもうその時はやりますって言ったんですか。まあ、そうですね、いや、
まあ歌手っていうよりまあ一応70近くまで、働いてきましたんで、自分のご褒美と思ってこう、引き受けたんです。最初一曲だけだと思ったんですけど、だん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 こうエスカレートしまして、まあ今今回は平成鹿野町音頭、これで5曲目なんで。5曲目ですか、はい、ああすごいですね、はい、それは今年平成鹿野町音頭ってこの今年の9月かなんかに、9月の15日、ね、にリリースされたわけですよね、はいはい、あそれまで4曲ずっと持たされてたわけですか、はいはいはい、まあ、1年半で4曲出しまして、それでたまたまこの平成鹿野町音頭でできましたんで、オーディションを受けるように先生から言われまして、はい、受けました。その結果、私ともう一人あの女性デュエットですから、坂下明子さんでデュエットになってます。はい、あデュエット、あデュエット曲なんですね、これはね、はいはい、そうですか、はいはい、それまで4曲は、はい、ご自分一人で歌ってた曲だったんですね。それはどういう時、どういうところで歌われてたんですか。ただ CD を作ったってだけなんですか。いや、最初はですこの浅草奥山裏通りという曲なんですけど、はい、それがデビューなんですけど、はい、まあ、CD ぐらいは作ったんですけど、やっぱり CD だけだとちょっと皆さん歌ってもらえなくて、そのまま浅草は奥山はそのままだったんですけど、はあ、次の葛飾あの人よっていう曲があるんですけど、はいはい、それがダムに入りまして、じゃあカラオケでも歌って、はいはい、歌ってるね、もうやっぱり、第一交渉ですね、ダムに入らないとやっぱり歌ってもらえないですね、それからその後ですね、未練坂という、はい、津山の演歌でございますが、はいはい、もうこれ皆さんあのみんなですね、松丸十三先生が作曲されたみんな、私の曲はみんなそうなんですけど、未練坂、はい、津山の演歌ですね、それから、裏通り墓場、裏通り墓場、はいはい、ありますね、はい、これも十三先生作曲の松丸十三先生、それからですね、自分でちょっと4曲あるんですけどね、でみんなそれがダムに、はい、一応ダムに入ってダムに入ってます。あ、じゃあ、このカラオケなんかで歌われてないですね、はいはい、4曲入ってます、もうその今の平成鹿野町音頭もまもなく入ると思うんです、ね、年内に入ればと思ってるんですけど、ちょっとまあ入ってみないと分かんないんですけど。なるほどね、はい、じゃあそのね、これ何曲目ですか。葛飾の人って何曲目。葛飾の 2曲目、ちょうど2曲目なんです。ああ作った2曲目。それでたまたまですね、曲をいただいたのが私の11月20日が誕生日なんですけど、はい、20日の夕方に、はあ、曲をいただきまして、さあじゃあそれをまず聴いていただきましょうかね、はいはいはい、では葛飾の人よです。お聴きください。
勝負も追う道もいつも鹿の人よをお聞きいただきました。やっぱりなんかすごくこの、まあ、もちろんこのゆだあれなんていうか柔らかい歌い方で、はい、非常にこう色気をね感じるんですよ、はい、こういうなんか変化をですね、はい、あのふさわしい、ふさわしい声ですよね、これね、はい、ありがとうございます、いやいや本当すごいですね。この曲はですね、あの詩はあの水元の JA の理事さんでございますが、稲松治さんという方が、作詞をいたしました。作詞が、はい、あ、そうですか。ですから地元の歌でございまして、はい、あの水元の勝負祭りなんかはもう欠かせない歌でございます。はい、そうなんですか、はい、え小倉さんは要するに水元の出身ですね、はい 水, 元はい、水元の出身だということですね、はいはいはい、皆さんこの作詞作曲もみんな水元でございます。あ、作曲方は、はいはい、あの松村十三先生も、はいはい、あ、そうなんですか、はいはいはい、それじゃあ本当そうですね、はいはい、葛飾の人、それにも何かあったら欠かせない歌ですね、はいはい、なるほど。それで今は73歳ですよね。そうですね、あの11月の20日なんですけど、あ、そうか、もう4歳になります、はい、まもなく、いや、はい、でも69歳からデビューされて、はいはい、いや本当にそれはもう素晴らしい人生だと思いますよね、はい、今お仕事の方ちゃんとやってらっしゃるんですか。仕事もやってて、はい、かつこの新聞によるとなんかもう30、はい、年30回ぐらい公演に出向くと書いてありますけど、はいはい、そうですね、あの1日ダブルヘッダーなんてのはもう、ええ、当たり前でございます。地方には行くんですか、大体この辺だけですか。あの豊島公会堂とかですね、ええ、まあ、いろんなリリオホールとか都内が多いんですか。そうですね、あ、そうですか、まあね、地方まで行ったら大変ですよね、はいはい、7月には新潟まで行ってきました。あ、そうですか、はいはい、いや、こんな日経新聞なんか出ちゃったらまたいろんなとこ引き合いが来るでしょうね。そうですね、まあ、産経さんはもう取材終わったらしいんですけど、あと読売さんがこの来週ちょっと会うことになっております。あ、そうですか、それはもう、はい、いや本当にもうこう全国区になってもらって、はい、ぜひそのね、まあ、もちろんその
葛飾とか水元とかもいいですけども、はいはいはい、やっぱりもう日本中でやっぱりこれを広めていただきたいと思いますよね、はいはいすごいなだけど羨ましいですよね。もうやっぱ歌だと歌好きなことをやってるとそれ苦にならないでしょ、あちこち呼ばれて忙しい思いしてもね、はいはい、そうですよね、はい、そういうところはいいですよね。なるほどね。それで、まあ今その私はこの番組なんかで要するにその健康にいいのは、はい、あの笑うことと、はい、まあ、歌うことだということをテーマにしてやってるわけですよ。そうですね。で歌を歌うと非常にその、はい、呼吸法なんかもこうね、はい、腹式呼吸を使ってなんかして、はい、具合が悪いと歌えないですからね。あ、まあそうですよね、はいはいはい、ご自分でこの歌のこの練習っていうのはいつもやってらっしゃるんですか。はい、やってます。あの発声練習ここに今持ってるんですけど、自分であのこういうウォークこれですね、ウォークなんていうんですか、これウォーク、これは1000曲ぐらい入っちゃうんですけど、これね、はい、自分の歌は全部ここに入ってます、ね、ここに歌を入れて、あとはあの人の歌手の歌は MD で全部取ってありまして、そのまま 4,50 曲、あるんです、別にこれに入れて、要するに聴いて、はい、どっかで起きたことを歌ってるってことですか、はい、そうです。これを散歩しながら散歩しながら歌を歌って、はい、ということですね、はいはいはい、ああなるほど、歩きながら歌うということですね、はい、それはいいかもしれませんね、はい、1時間ぐらい散歩するんですけど、はい、そこで歌を歌うと、はいはい、発声練習をするとか、この中にですね、ロックンロール、同じ、うん、あの先生、松丸先生が作った曲なんですけど、ロックンロール調の曲があるんです。ああ、そのとすごくスピードロックンロール調で歩くロックンロールで歩き出してしまうと、はいはい、それでもう一つは、あともう一つはバラード調 の, ああの同じ曲でもですね、バラードゆっくり、じゃあもう見てる人が何聞いてるか分かっちゃうねそういうことです、はいはい、あ、そうですか、はい、それはいいですね。あの、はい、あの本当私どもその言ってるのは、はい、結局ある運動するってことは内臓脂肪を減らすのにすごくいいわけですよ、はい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 、で内臓脂肪を減らすのにいい歩き方っていうのは、あのインターバル速歩って言いますね、はい、3分間ぐらいこう早して歩いたら、はい、2分間ゆっくり歩いて、はい、3分間早して歩いてまで2分間、こういう歩き方非常にいいと言ってるわけですよ、はいはい、だから非常にいいです。そしたらね、はい、ロックンロール聞きながら歩いたら、はい、3分聞いたらすごくスピードが出ますんで、ね、あとはバラード調はゆっくりということで、ね、なんね、いろんな曲によって歩き方がちょっと違います。それはもうそれを実践してる、はい、ね、本当にいいです。やっぱりさ、はい、この番組のゲストにふさわしい方を呼びて本当に良かったと思います、はい、今日はね、そうなんだ。それででもあとその健康にどういうこと気遣ってらっしゃいますか。特別やっぱりあんまり病気でもしなかった。散歩が昔はですね、あの卓球はよくやりました。あ、卓球がね、若い時は10年間あの、甲状腺腫でやりまして、はい、あ、そうですか。卓球はですね、卓球若い頃やってて30頃までやったんですけど、そうなんですか、はいはい、あ、じゃあもともとそういう運動するあれがあったから、もう基礎が鍛えられてたからと、はい、いうこともあるかもしれませんけどね。やっぱり年々あの体力って落ちてくると思うんですけれども、はいはいはい、やっぱりあの歌を歌うことにあんまりその衰えとかそういう感じないですか。感じないですね、やっぱり後日まで声はずっと長くあの発声練習なんかも、はいはい、あの苦なくできるわけですね、はいはい、あ、食事なんかも特に気使わないですか。あんまり食事はですね気使います。それ使うんですか、はいはい、もちろんタバコなんか吸わないですよ。タバコは吸わないんですよ。お酒は飲みますけど、はい、お茶碗に8分目ぐらいですかね。 あんまり食べ過ぎない。あとはおかずは野菜なんかよく食べますけど、はいはい、全然健康診断なんかして悪いとこないですか。まあ、あんまりです。あんまないです。血圧なんか高くないですか。血圧は大事ですね。歩いてるせいか。ああ、そうですね、うん、あ。1時間ぐらい歩くんですか。1時間。前は1時間。今はそうね。10分ですかね。ああ、はい、10分歩いて、はい、その声を出しながらね、はい、歌う。それは、やっぱりそれはいい歩き方ですね、うん、やっぱりね。あ、それはちょっとみんなに言おう。うん、ね、ロックロールと。どうして、40代にあの膝に水を溜まっちゃった。水溜まっちゃって、それで一回抜いたんですけど、抜いてそれからずっと歩き通しなんです。はい、歩き通しで溜まったんじゃなくて、仕事専門でやってましたんで、出る時には車で、はいはいはい、ほとんど歩かなかったんですね。まあ庭で仕事をしていますので、出る時は車ですから。はい、うん、それで膝に水溜まっちゃいましてですね。あ、それを、まあ、抜いて一回抜いて終わっちゃったんですけど、ね、それだけ、はい、そのくらいです。じゃあ全然それで歩き出しまして、あ、はい、へ、やっぱりそういう歩くってことはいいんですね、本当にね、うん、食事もまあそこそこ気ぃ使われてるくらいで、はい、あの
本当に風邪もひかないですか？あんまりひかないですね。やっぱ声はあのその歌もあれでしょうけども、はい、喉には気使いませんか？うがいしたりなんかこう、まあ、マスクしちゃってマスクしなきゃ、そのマスクまではいかないですけど、まあうがいぐらいは。ああ、はい、でもやっぱお元気ですよね、やっぱね。そうですか。じゃあそこでもう一曲聴いていただきますかね。はい、それではね、小倉勇さんのもう一曲聴いていただきましょうね。浅草奥山裏通りです。お願いします。Yeah.